皆さんごきげんよう。いかがお過ごしでしょうか。今週のピュアジャムは2020年1月に記録された映像からお届けします。いよいよシーズン真っただ中、ピュアジャムクルーはいい雪、いい斜面を求めてトリップの真っ最中でございます。本日のセッションは中井隆治、上村義成、増田瑠希、堀井優作、吉野朝日でお送りいたします。ほらほら、超濃厚セッション始まりますよ。まずは中井隆治、いきなりそこのラインかい、やべーっす。続いて堀井優作 from 辰野市、yeah。そしてこの人、ブルースがにじみ出ている男、上村義成。
オン。続きまして吉野朝日、ちなみになんですがこの時吉野朝日若干14歳でこのメンツとのセッション、楽しみです。ピュアジャム最年少朝ハイ、吉野朝日が受講しているピュアジャム練成会冬季講習、最高のメンツが教えております。しばしお楽しみください。前あそこのドロップするところ今ダーッとヒール行ったっしょ、あそこヒールあんな踏んでったらスピードつくから、あそこドンドンって2回ぐらいちょっと落ちる感じで行かないともうそっからも真っ白になっちゃったじゃん。そう危なかったよ。惜しかった。狙いはでもそういうの狙いだよ。でもあそこの後上でさもうわーみたいになってあそこでコントロールしたらそのまんま下から見えるじゃん、1、2、3個マッシュポンポンポンで3個目も木ちょっと生えてるけど、ポンポンって3個目の方を木の方向にちょっと当てる感じで朝日の方にも向かってくるように行けたら、もう行ったらまた探してる。だから行ったじゃん。端を狙ってきたらいいって、上から超見にくいから分かんなかった。下からさっき見た中居君教えてくれたんでしょ。そう、その時にお前がチャランポランで見てなかったでしょ。そう、全然ちゃんと見てなかった。アップいけるなぐらい。もうそしたら俺らの言葉を信じていくしかないよ。へぇ、もうあとドロップ行ってよ。またドロップ、あれドロップ今後が楽しみですな。皆さんお待たせいたしました。続きましては増田瑠希登場です。チャンネルはそのままで。オーケー、行ってきます。ドロップ、ウフー。Woohoo!
your conscience from the past. Is violence and the answer?使ったジャンプセッション。あれ？あそこクラック入ってるんじゃないですか？中落ちちゃってる。ゆうさく大丈夫？うん、オッケー。おー、おー、穴に入った。大丈夫だった？雪だった？だね、マジで大丈夫？あ、大丈夫大丈夫。あ、氷ってか傘よ。あ、おお、ダメだね。今回のピアジャマは息を飲む映像の数々でアンビリーバボー。たけしでした。コマネチ。来週のピオジャムはマイナス30度極寒セッション。ナレーターのシャケロック、個人的に大好きなスタイルの清原優太参戦。イエーイ。早く来週にならねえかな。来週も見てね。お願いシャシャース。Today's Okawari.